在リンタジエフは、ウズベキスタンの元サッカー選手、元ウズベキスタン代表、ポジションは FW、アカデミアタシュケントで選手生活を始めた。2002年から FC パフタコールタシュケントに在籍、途中エシルボガチャルやサバーゴム FC にも在籍し2009年まで在籍した。2008シーズンは17得点を挙げ、19点を獲得した。 セルベル・ジェパロフに次いで得点ランキング2位につけた。AFC チャンピオンズリーグ2009では、準決勝にまで進出し、彼はこの大会で5得点。AFC チャンピオンズリーグ全体では13得点を上げ、パフタコールでの同大会の得点ランキングでは1位となった。2009年には、天津安志たちに移籍。翌年には、PFC シュルタイグザル、FC。 オルダバスを経て3度パフタコールに復帰した。2011年には、ウズベキスタンファーストリーグに所属した PFC、ロコモティフタシケントに移籍。30得点を挙げて、ウズベクリーグへとクラブを昇格させた。2012シーズンも11得点を挙げ、2013シーズンもシーズン中に移籍するまでの9試合で4得点を挙げた。同シーズンの各班は、ネフチフェルガナに在籍した。 2014年に FK リナモサマルカンドに移籍。2015年2月には FK ブハラに移籍し、背番号10番をつけたものの1シーズンで対談となった。代表としては2002年から2010年にかけて18試合の出場があり、3得点。2008年3月22日のヨルガン代表との親善試合では、弟のファルホドタジエフと共に得点を決めた。 2010年5月25日のアルメニア代表との親善試合が最終出場となった。弟のカモリリン・タジエフとファルホド・タジエフもウズベキスタン代表のサッカー選手である。代表での得点一覧。ありがとうございます。